ここで真島議員ほか3名から補正予算等審査特別委員会設置についての動議が提出されております。お諮りいたします。この際本動議を日程に追加し直ちに議題にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定し、日程第34補正予算等審査特別委員会設置についての動議を議題といたします。本動議について提出者の説明を求めます。真島議員。補正予算等審査特別委員会設置についての動議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。提出者は、旭川市議会議員、真島貴秀、石川敦子。賛成者は、旭川市議会議員、小松晃、野手谷茂、以上4名であります。補正予算等審査特別委員会設置について、本市議会は、議案第25、令和4年度旭川市一般会計補正予算について、議案第21号、旭川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第22号、旭川市いじめ防止等連絡協議会等条例の一部を改正する条例の制定についてに関して、次のとおり特別委員会を設置して、付託審査せしめるものとする。1、名称、補正予算等審査特別委員会。2、定数14名。3、目的。議案第25、令和4年度旭川市一般会計補正予算について、議案第21号、旭川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第22号、旭川市いじめ防止等連絡協議会、同条例の一部を改正する条例の制定についての審査を行うため、4、期間、審査終了時までとし、閉会中の継続審査とする。5、費用、必要に応じ、議長の承認を経て支出する。以上の内容につきまして、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。これより質疑に入ります。発言の通告がありません。ご質疑ありませんか。特にご発言はありませんか。小松議員。ただいま提案された動議に賛成の意見を簡潔に述べます。本日市長が追加提案されたいわゆるいじめ問題の再調査に関する議案について質疑が行われました。その上でもなお審議が必要として委員会設置を求めた動議ですが、私も今の段階では議案の賛否を組めるには時間的に無理があると考えるものであります。今回のいじめの事件は女子中学生が実施するという非常に残念であり、起きてはいけないものだと考えます。この思いは共通したものだと思います。またいじめと実施との因果関係が不明となっていることも残念なことで、これもまた多くの皆さんと共通した認識だと考えます。また対策委員会が大変ご苦労されて報告書を提出されたことも、この評価も市長及び議会全体が受け止め共有されているものだと考えます。市長は今日の質疑で再発防止と子どもたちの未来のためにしっかりとした調査が必要との認識が示されました。私も不明となっている因果関係の究明のために必要な手続きを取った上で有効な手立てを持って対応するということに反対するものではありません。言うまでもなく再調査の事案は重大なものであり、デリケートなものでもあります。現在
多くの基本的部分で行政と議員議会の認識が共有され、あるいは共有されようとしているだけに、さらに行政機関と議会が共に理解をし合う努力を行う中で、進むべき方向や取り組むべき内容について一致させていく可能性があるし、そのことを探求するのは極めて重要だと考えます。しかし市長から極めてタイトな議会日程の中で、しかも最終日にしか質疑できない状況の下で再調査の議案が提案され、即刻の判断を求められたことは非常に残念であります。今日の質疑において先の市長の発言に対する緊急質疑での市長答弁に対する疑問も一定私自身は整理する部分もありました。しかしなお意見交換を必要としたり、行政の考え方についても詳しくお聞きしたいということも残されており、これらについても一定の時間があれば理解し合える可能性があるものと考えております。特別委員会の設置を求める必要性もここにあります。一つの事柄を判断するには一定の時間を要することについては、市長自身が最もこの間痛感したことと思います。議運で議会日程を確認するまでに緊急発言の申し出や議案の提案ができなかったことなどで経験したことと思います。継続して審議することを求める動議に議員各位も市長も理解は得られるものと考えます。以上、動議への賛成意見といたします。他にご発言はありませんか。別にご発言がなければ質疑討論終結と認め、直ちに採決いたします。採決は起立により行います。お諮りいたします。本動議に賛成の議員の起立を求めます。はい、お座りください。起立少数であります。よって本動議は否決されました。